永存は、鎌倉時代中期に活動したそうで、新言立宗を起こした。字は支援。死紋は、交渉菩薩。幸福寺の学僧、敬言の子で、大和国添え上郡、三田里の生まれ。鎌倉仏教を代表する一人で、廃れかけていた戒律を復興し、衰退していた、勝ち山最大寺を再興したことで知られる。義原作、木造永存像の作。 最大寺所蔵、国宝受会を行ったほか、聖徳大子信仰や文殊信仰、信言密教などを広げた。摂政禁断、一部の仏教宗派が救済対象としなかった女性や貧者、ハンセン病患者などへの事前、宇治橋の修繕といった社会事業にも尽くした。このため、否認、来病者からくげ、鎌倉幕府執権、五佐賀上皇、亀山上皇。 ご不覚佐上皇などの皇族に至るまで、帰戦を問わず帰営を受けた。教法理省を唱えて、在家信者を含めて10万人近くに戒立を授け、最大寺の末寺は、全国で一時1500を超えた。60歳になった、校長2年に、鎌倉幕府執権北条時折に招かれ、鎌倉に下り、広く、会を授け、また律を講じたによる奈良から鎌倉への、 約半年間の旅、滞在期、関東大関期間と、右オウ元期、関東大関期である。国分寺や、北家寺の最高にも努めて、長年閉ざされてきた庭の受会を開いた。晩年の公安5年に、四天王寺別当の地位をめぐって、天大すの再現と恩情寺調理の高志弁が、寺派の候補を出し合って争った際には、朝廷の懇願を受け両者と、 利害関係のない映像が別当に就任している。著名な弟子に任、認証、新空などがいる。一般には、戒律、立衆復興の業績で知られているが、映像の本来の意図は、権力と結びつきすぎたことから生じた、新言宗僧侶の堕落からの再生のために、まず仏教教学の根本である戒律及びその、教学的研究である立衆の再高にあった。一方で、 映存自身も、事前活動のためとはいえ権力と関係を持ち、木戸銭などの徴収権を得ていたのも事実であり、戒立に対する考えの違いもあり、日蓮から立国族と批判された。日本立州の祖である岩人が、四分律を報じたのを受け継いで、映像も、里シ制同様、四分律を報じている。戒立復興と並行して、 真言密教の研究を重視しており、弟子の認証が、東国において、社会活動や不況に熱を入れすぎ、驚愕がおろそかになっているのを、慈悲に、か、きた、とたしなめたり、原稿に際しては、西大寺や四天王寺などで、猛古軍撃隊の祈祷や、鎮黙国家の密教議定を行っている。著述に、漢味学正樹、交渉菩薩五教会長文集。 表務表彰招待文集、盆毛業コアとキスケコー文集などがある。ありがとうございます。